鈴木ジュリエッタ先生を担当しております花と夢編集部の倉地舞と申します。本日はよろしくお願いいたします。ジュリエッタ先生の担当させていただいたのは初連載のカラフルオデットという作品の終わりかけの頃で、で新しい新連載を立ち上げるにあたって、一緒に作っていこうということで、出会ったのが初めてですね。初連載のカラクリオデットを拝見した時に、その主人公の女の子がロボットアンドロイド で学校に通ってその自らの正体をバラすとかバラさないではなく、その普通の人間の男の子や女の子たちとロボットが暮らしていく生活を描いていて、非常に珍しい視線を持った方だなというふうに思ってました。ロボット子どもの、少女漫画もあると思うんですが、あくまでもそのロボットは人間でないものとして描いて、その人との違いであるとか、ロボットなことを人間に言えなくてどうしようって悩むっていう話だと思うんですが、ジュリエッタ先生の場合はロボットと人の間に区別がないというか、その後の神様始めましたっていう作品を作った時も、妖怪と人間の差がないんですね。その当たり前のようにその一緒に暮らしていけるというか、互いのその差があるのを当たり前として一緒にいられるというか、国境を感じない作品を作れる人だなって思いました。そうですね、先生の作品の中で一番好きなのはやっぱりキャラクターが生き生きしていることで、神様始めましたっていう作品を作る前にカラクリオデットともう一つ悪魔とドルチェっていうシリーズ連載をしていたんですが、悪魔と人間の女の子のラブストーリーで、でその作品の中に猫のお医者さんが出てくるんですよ。その悪魔なのになぜか猫のお医者さん で喋るサメの配下みたいなものも出てきて、この人の世界観というかキャラクターの使い方がものすごく面白くて、だからぜひその神様始めましたという作品を立ち上げる時もその不思議な生き物をいっぱい出してくださいという話をして、でだから第1話を描いた時にその1つ目の化け物であるとかフクロウの妖怪とかいろんなものが同じ土俵に上がってきて、みんなが仲良く話しているという第一話になって、それを読んだ時に、ああなんか作りたかったものをちゃんと作れたというか、ジュリエッタ先生のそのいいところを世の人に見てもらえる第一話になったなと思いました。恋愛物にこだわらない少女漫画というか、バトルもあっていいし、家族ものになったり友情になったりコメディだったりシリアスだったり、少女漫画っていうとどうしても恋愛ものでなければいけないとか、女の子と男の子が出会って恋をするのがメインストーリーだっていうふうに思われる方も多いと思うんですけど、でも漫画って本来自由なもので、女の子であっても家族はいるし兄弟いるし友達もいるし、いろんな悩みがあって、それを描いていけば少女も喜んでくれる漫画になれば、それが少女漫画かなと思って作りました。よくジュリエッタ先生が神様始めましたを連載完結されてインタビューにお答えするときに、どのキャラが一番お好きですかって聞かれるんですが、先生はヤトリというキャラが一番お好きで、でなんでヤトリが好きなんですかって聞かれると、その自分の思うままの信念を曲げずにまっすぐやっていて、自分はこれが好きなんだっていうのを公言しているキャラだからだっておっしゃるんです。私も同じかなって思います。ヤトリって悪役
の位置を誰かが担わなくてはいけなくて、お話が進むにつれて、そのもともとキリヒトっていう男の子をラスボスに据えていたんですが、徐々にキリヒトがラスボスで亡くなってきてしまったというか、優しさが芽生えてしまって、彼をその最後のボスに据えるのはちょっと展開的にも忍びないという話になった時に、その純粋な信念の塊とか悪の塊としてあの雇りを作ったので、彼は何だろう、悪役になるべくしてなってしまったかわいそうなキャラでもあるんですが、すごくあのまっすぐな気持ちを持ったキャラクターですね。神様はじめましたという作品が、これ先生がインタビューで何回かお話ししてるんですが、連載が決まってネームを提出した時に全く別の話だったんですね。そのネームを当時の編集長がボツにしまして、で一から作り直すことになり、彼はだから最初からそうなることが決まっていたというよりは、作る中で彼が魅力的になっていったっていう方が近いのかなと思います。先生をすごいと思うところのまず一つはですね、一度も締め切りを落としたことがないというところで、約10年間で花と夢だと毎月2回2週間で30ページの漫画を作り続けなければいけないんですが、これまで本当に漫画を落としたことがなくて、でアニメ化をしている時も3ヶ月連続もう休みなしでひたすら漫画を上げ続けるというのもこなしつつ、アニメの DVD 特典の漫画も書きつつ、増刊号に番外編を書くという作業を全て行ってきていて、先生が本当に尊敬に値するなと思うのが、締め切りを守るっていう大切さをよくご存知である。どうしても、締め切りって、そこに間に合わせなければ雑誌が出ないであるとかコミックスが出ない、そういう、ハードルもあるんですが、それ以上に予告で読者が「あ、地方神様始めました乗るんだ」であるとか、地方こういうリードが書いてあってこういう話になるんだ楽しみだ買おうっていう、その読者との約束をちゃんと守り続けている方というのはすごく尊敬に値すると思います。そうですね、作品の面に関してはもう本当に尊敬するところばかりで、そのネームから違いますね、プロットからネームになるときも、ネームから主体になるときも、思っていなかったところにこうさらに成長して作品を上げてくださるので、なんて言うでしょう、考えることをやめない方だなって思います。例えば原稿を受け取りに行く、もうあと1時間で原稿を受け取らないといけないという時も、最後の最後まで本当にこのモノローグはこれでいいんだろうかっていう中身を詰める作業を最後まで怠らない人で、だからそうですね、神様始めましたの、鞍山編で、ジロというキャラクターが傷ついて、目が覚めなくなって暗闇の中を歩いて最後に目が覚めるシーンのモノローグですね、光の中共に歩こう、あれも最初は違うモノローグだったんですけれど、その原稿をいただくほんの何時間前かになって、やっぱりこれでは閉まらない気がする、何度もその最後の原稿を見直して、暗闇の中一人歩こうっていう彼が語ってたモノローグに対する回答としての、光の中共に歩こうっていうモノローグを考えられたりして、本当に漫画を作ることをとても楽しんでいるし、その力を注ぐことをこう諦めない人というか一生懸命な人なところがいいなと思います。そうですね、初めて出会った時から
本当に漫画を描くのが好きな方で、もう約10年近く担当させていただいてますが、未だに2人で漫画の話をしている時が一番楽しそうです。ジュリエッタ先生は幸いなことに応援してくれる人に恵まれたというか、神様始めましたが2度のアニメか2度の舞台かゲームか、ドラマ CD などいろんな方に応援していただいて、自分の描いてきたキャラクターストーリー展開がそのままでいいんだよって言ってもらえたというか、それを感じた時にすごく先生の作品が伸び伸びしたというか、どんどん先生らしさをこうもともと持っていらしたと思うんですが、ありのままを出していいんだなっていう自信に満ち溢れて漫画がどんどん面白くなっていったなと思います。今神様は始めましたの連載が終わって、トリピタカ取りに行くという新連載を立ち上げたんですが、こちらが西遊記をちょっとモチーフにしたオリジナルのファンタジーストーリーで、で新しいキャラクターや新しい展開だったり、そのこの先に起こる事件の伏線を一巻から張り始めていて、先生と二人でこの展開こうしたら面白いんじゃないとかこの伏線をここで貼っておいたら読者は後であって言うんじゃないっていうのをその考えるのがとても楽しいというか、その神様始めましたで培った力であるとか、その面白い話を作る構造であるとか、それをもう一歩進化させて、ぜひトリピタカ取りに行くで読者をあっと驚かせたいなと思っています。漫画賞への投稿を考えている皆様、ぜひ伝えたい思いのこもった原稿をお持ちいただけるととても嬉しいです。ご自身のこれが絶対面白い、もしくはこの気持ちを原稿に込めたものを読んでほしい、そういう気持ちで持ってきていただけたら、とても楽しく拝見させていただきますので、ぜひ投稿よろしくお願いいたします。